どうも、ねずっちです。昨日ですね、高校野球夏の甲子園大会が開幕しましてね、なんと始球式にはですね、松井秀喜さんが登場するという、よかったですね。なんかちょっと見ててジーンとするものがありましたけどね。しかしまあよく星稜高校は開幕戦引き当てましたよね。9時ですからね、すごいなと思いますけどね。その松井さんですけどね、あの真ん中を狙ったそうなんですけども、外角低めにワンバウンドになっちゃいましてね、まあ力強いボールでしたけども、外角低めにはこう届かなかったっていう感じですかね。でもこれはね仕方ないんですよ。松井秀喜さんっていうのはやっぱ人格者ですからね。うん、アウトローは似合わないってね。ねずっちです。ではまた。